アスレチックスファン、ブチギレ、藤浪のろくでなし。史上最悪の投手。日本復帰を急げ。SNS 上には、慎太郎藤浪のスタッツを見ると、史上最悪の投手のように見える、慎太郎藤浪は日本復帰を急げ。藤浪を解雇しろ。彼にジャージを着せるのは、屈辱的だなどと、怒りを爆発させる、アスレチックスファンの書き込みで溢れ返っている。日本での成績を知らんの？なんで取ったんじゃ。ここまで言わなくてもいいよな。いや、他のアスレチックス投手と、ぶっちゃけ大差ないやろ。まああの投球見たら、誰でもブチギレるわ。もう登板ないんちゃう。アスレチックファンって存在するんやな。イニングまたぎさせる方が悪いやろ。そろそろ、ドジャースなら再生させられる、論が出てくる頃やと思う。出来高払いたくないから、もう先発のチャンスないってマジ？